大相撲の大関霧島28イコール音羽山がボクシング井上尚弥の TKO 勝利に刺激を受けて時津風一門の連合稽古で23勝2敗と圧倒的な存在感を見せつけた7日東京・両国国技館の相撲教習所で行われた所属する一門の連合稽古に参加一門の番付最高位とあって 大取りで土俵に入ると連続で25番取った。鋭い踏み込みからの寄り合いをし、さらには投げも駆使して、関取衆8人を相手に西前頭筆頭の大栄章に2敗した以外はすべて勝った。前日6日は、スーパーバンタム級の世界4団体王者井上直也が、6回 TKO で勝利するシーンを東京ドームで生観戦した。稽古後は、素晴らしい試合だった。 1> 第1ラウンドで、井上がダウンを喫し、あれ、と思ったけど、第2ラウンドが始まる前の顔とか体を見たら、もう大丈夫、と思った。なかなか見ない試合の流れだったけど、ものすごい力になったし、さすが、と思ったし、俺も頑張らないと、と思った。だから今日は調子が良かったのかな、笑い。イメージ通りに稽古できた、と、自然と闘争心が湧き、 稽古にも熱が入ったと説明した。夏場所、12日初日、両国国技館に向けて、8、9日は時津風部屋を候補にで稽古し、最終調整に入る。まずは角番脱出、その先に優勝争いに絡むことを見据えている。